ようございます、いちきです。はい、山中湖から走ってきて琵琶湖にやってきました。今日は見てください、この SDGs バスボートをね、フルサイズのバスボートをお借りして、今日明日と釣りをしていこうと思います。ガチ6です。60狙って頑張りましょう。リバウンドスティック7インチに今7グラムのシンカーを入れて、ボトムをズル。ボトムが分かりやすい。はい、ということでね、ここからまたアフレコで失礼したいと思います。この日の GoPro、2日間やったんですけど、GoPro がね、ところどころちょっと音声が取れてないかったところがあったんで、ちょっと全体的に GoPro の音を下げて、あとはアフレコでまた今回もやっていこうかなと思っております。で、この日、朝一、南港から入りまして、で、琵琶湖のね、ガイドさんが結構、この辺が、ゴールデンウィークやるならこの辺がいいよっていうのを、まあ、ポイントをね、大まかなポイントを出してくれてたので、まあ、まずはその辺に行って、その琵琶湖で釣れている釣りをまずはしていこうと思っております。なので、リバウンドスティック7インチのフリーリグですね。動画で見返すとわかるんですけど、まあ、今この春節の後とか、そういうデコボコしたところを、ボトムをね、ズル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 引いてるんですけど、ちょっと早いなーっていうのが、正直今の反省点ではありますね。ちょっとズルズル、もうちょっとっていうか、もう 0.5 倍速ぐらいの速度で、多分ズルズルしないといけなかったんだろうなーって今映像を見ながら反省しております。その時はなかなかわからないんですよね。映像を見て反省することとか、映像を見て気づくことがね、結構やっぱり多いですね。まあ、この辺一帯に浚渫があるので、まあ、そのあたりを、ずる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 やっております。ハードボトムとそうじゃないところが結構あるので、まあ、なるべくその、ボトムが硬いところを狙ってやってます。はい、次は移動してきて北湖にやってきましたね。沖島の近くですね。まあ、この辺は結構魚探でも見る感じ、モロコの群れがすごく多くて、まあ多分そういうベイトフィッシュを追ってる魚が、まあ、いるんじゃないかなと思って今、スメルトヘッドですね、を投げてます。スイムジグを巻いてます。すごい量いるんですね。でももう魚探見てびっくりしちゃって。めちゃくちゃいるじゃんって。こんなにいるならバスいるでしょって思うぐらいね、魚探がもうびっしりモロコで埋まるぐらい多くて。すごかったな。
メルトヘッドにはいつもこの 168MH の LM を使ってます。にアンタレス DC のハイヤーですね。この組み合わせがね、すごく重ための巻物にはめちゃくちゃ良くて、飛ぶし、まあそのリードとかボトムの感じとかがすごく、まあ、手に伝わってきやすくて、巻物をするには私はこれの竿はすごく今気に入って使ってますね。どこに行くにも持ってってます。まあ、ひたすら巻いていきます、この辺りを。ずっとね、やっぱり釣れそうな雰囲気があったんですけど、なかなか、まあ、この日はね、結構気温が高くて、あんまり風もなくて、まあ、ほとんど晴天無風っていう状態に近かったので、なかなか、こうバスの活性がすごく高いっていう感じではなかったかな、今思えばっていう感じですね。まあ、ただ可能性を信じてずっとひたすら巻いていきます。この今ちょっと魚探に映ったんですけど、映ってるんですけど、この帯みたいになってるのがもう全部小魚なんですよね。すごい量いるんですよ。ただ目視はできなかったんで、結構まあ下の方にいるのかなっていう感じだったんですけど。久しぶりのこういう晴天無風の釣りで、この日が本当に暑かったんで、ちょっとね、GoPro もなんか途中で切れてたりとか、勝手に落ちたりとかがあって、なかなかうまいこと撮影できてないところもあったんですけど、まあ、それよりも左手首のかゆさが気になってるみたい。これなんでこんなかゆかったんだろう。と思ってたらね、デカめのバスが何匹かでちょっと岸に入ってきたのが見えて、今それをちょっと追っかけてます。なんかね、追ってるような感じだったんですよ。
太いけど50、51か51センチ。重さ上がります。ゼロね。2.92 かな。2920でした。ピュート。はい。じゃまた南湖に移動してきて、次は河口ですね。河口もこういう風で当たってるところを少し潜る系の2メーターダイバーの、クランクを巻いてます。さっきの、巻きの釣りも少しあの後続けたんですけど、あの後は全然何も反応がなくて、あの一本だけでした。ということで、まあ巻きで反応する魚がいるならということで、まあちょっと雰囲気を変えて、南湖の方に戻ってきたということですね。こういうところで出たらでかいんだろうなと思いつつ、ひたすらクランクを巻いていきます。お疲れ様でした。電話終了しました。まあ、なんとかね一本釣れたんですけど、まあ、ちょっとそれ以外はっていう印象なんですけど、まあ、明日ねまた天気も変わるし、ローライトでちょっと雨も降るみたいなので、また多分状況変わるかなって思うので、また明日頑張りたいと思います。おはようございます。いちきです。デイ2ということで、また今日もボートで走るんですが、今日は朝からちょっと北湖の方に行って、で北湖ちょっと午後荒れてくるみたいなんで、午後は南湖で、まあ、釣果情報を見てると釣れてる人は釣れてるっていう感じだったんで、まあ、今日は、まあ、目標3本50アップ入れつつ目標3本っていうところで頑張っていきたいと思います。よいしょ。
この辺はね、ちょうど大きい岬になってて、まあ、流れが、ぶつかるところになってます。で、今、画面では大きいし見えてるんですけど、これ水深的には確か5メーターぐらいあって、こういう大きい岩がすごくポコ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 って入ってるような場所なので、まあそういうところにバスがこう魚を追い込んだりとか、餌を食いに来たりとかっていうところで、何匹かもう浮いてるスクールしてるバスがいて、それを今ミドストで狙ってます。結構な数いて、昨日より全然魚が浮いてる感じがあって、ミューバスはすごく多かったですね。まあ、そのネストの時期になってくるんで、まあどうしてもネストの魚ってやっぱり見えるんですけど、まあここにいるバスはそういう感じじゃなくて、完全にもうスクールで、こうフラフラって泳いでるような魚たちだったので、まあサイズ違いのミドストとかでちょっと反応見てみるんですけど、まだまだ私のミドスト修行不足もあって、反応はするんですけど、ついてきたりはするんですけど、なかなか食うまでには至らなかったです。ってことで、少し空模様が怪しくなってきたので、また南湖に移動してきました。この辺はですね、俗に言う貝捨て場って言われるところで、まあ有名な、琵琶湖ではね、有名だと思うんですけど、貝殻がね、いっぱい、そこにあって、こうそこに、バスがついてるっていう。まあ水がよれる場所でもあるので、そういうところにバスがついてるっていうことで、今、ブルソックダディですね、いつも使ってるブルソックダディの霞スペシャルっていうカラーをフリーリグで、投げてみてます。ちょうど貝捨て場の方に、投げてダウンヒルで落としていってるっていう感じですね。で、貝殻がなくなったら回収してまた投げ直すっていう釣りをひたすらしていってます。結構ね、細かくこうスタックするような感じがあって、まあ一見何もないように見えるんですけど、すごくね、なんかボトムの感じは私は結構好きでした。この辺は、まあ魚探を見る感じ、魚はまあちらほら映るけど、これが本当にバスなのかっていうのは、まだ私はこのガーミンを使い込んでいないので、まだちょっとわからないんですけど、まあ、今、投げてるのがね、このガーミンに映って今まあ、映って12メーター先ぐらいまでなんですけど、それ以上先に、投げてるので、多分、魚がいても映らないですね。その、回捨て場のところには。お疲れ様でした。ちょっとね、最後らへん雨で、まあちょっとチャンスかなと思ったんですけど、なかなか厳しかったですね。まあまた夏頃遊びに行きたいと思います。でもめっちゃすごい快適な、バスボートフィッシングできたんで、またリブレさん利用させていただきたいと思います。ありがとうございました。おじゃのー。